三浦貞宏は、日本の戦国時代の武将、道祖五郎、二郎、野と守ると称したとも考えられる。父は、三浦貞久、弟に貞勝。天文十七年九月十六日の父、貞久の病死を受けて、家督を相続。以降、総領として、出雲天腰のもとにあったが、後に帰国。牧正春等と共に、 三村家地下によって没落した三浦氏の再興を目指した。そして、A69 年2月、三村家地下が、浮っきた家に、三正国も三村の公然寺で暗殺されたのに、乗じて、所領を奪回した。しかし、A61 年2月19日、毛利元隣に攻められて、叔父、三浦貞盛が死去、居城である高田城も落城し所領を追われた。元気元年、 山中高生の支援を得て、所領を奪回した。天正二年に、浦上宗影と、喜田直家が対立した際には、浦上市に与同し、備中国の三村元地下を同盟に引き入れた。このことから、喜田氏と交戦、さらに翌三連年には、備中国を平定した毛利氏の侵攻を受けるに、至って、同年九月、喜田直家の終戦により降伏した。以は、 天正十年に、備中高松合戦に参陣、その後張馬国林田で病死したとされる。ありがとうございます。